はい、コメントをいただきましてよかったよかった本当にありがとうございます。いろいろねコメントいただきまして、それでですね今回はですね私の動画の編集とかできないもんですから、ちょっとねある方からちょっといただいてですね、まあ、恐怖の、弾き語りっていうのはですね、まあ、もうずっと前からやってるんですけども、もうねそれでまあ動画が消えちゃったりしてですね、今撮り直して、まあ、まあでも今100曲超えましてですね、まあこれはですねもう、まあ、大概の曲はですねできるんですけれども、はい、まあクラシックでもですねこう要約すればできるわけです。はい、それでちょっとでご希望をいただきましてですね、全然ピアノをやったことがない方からですね、でこの押さえ方ですね、押さえ方がまあ知りたいというかですね、まあそれはですねまあ勉強すればわかるんですけれども、別にですねただこうなんか書いてあるとそれがもうダイレクトに書いてあるとですね、非常にいいいいということで、ちょっと今これ書いております。今書いております。でカタカナも書いてありまして、カタカナとコードネーム、カタカナとコードネームですね、はい、音符ですね。それでこのアレンジにつきましてはですねちょっと書けないので、これはですねもう100回弾けば100回違うということでですね、もう何回も録音させていただくんですが、まあ、これはですね、まあ、ジャズとかそういう音楽をですね聴いていただければですね同じこと弾かれないわけですよ。ジャズ奏者とかフュージョンとかですね、まあ、そういうようなシャンソンとかですね、まあ、そうだと思います。大体そうだと思いますね。まあ大きな舞台ではですねもう決まってると思いますけどね、この音符を弾きますって大きなねちゃんともう何て言うかね分単位秒単位で決まってるこうプロのですねコンサートなんかは全部音符っていうのは大体まあ全部決まってると思いますけれどもね、まあジャズは決まってないですけどね、ジャズはねその時のあれですけどね、まあ、そういうような感じなので、本当に押さえ方だけなんですけど、これはまあ1曲目ですね、1曲目の生まれ来る子どもたちへのコード進行ですね。はい、トゥルルーああタタラタラタルルルコで、オープンところはですねちょっと書けないもんですから申し訳ありません。曲名も書けないんですよ。ですので、これがねこのコード進行には著作権がないのでですね、そういう感じでですね、はい、これはまた動画の中でねいろいろ説明してあるんですけども、他のやつですね、ピアノが弾けるシリーズとかですね、説明してあるんですけれども、はい、これをですね今まあ、ご希望があった曲をですね書こうと書いてる途中でございます。はい、全部書かなくちゃいけないんですけども、で一応ですねまあ1曲ずつ欲しい方もいらっしゃると思うんですけども、ちょっと私もですね、まあ、もう毎度毎度言っているようにちょっとお金に困ってましてですね、申し訳ありません。一応ですね10曲単位で10曲単位ですね、10曲選んでいただいて、どんどんそれはですねリクエストがあれば、それはどんどん作りますので、もう何万曲でも作りますので、
で、まあできない曲はできないんですね。できない曲はこれできないってお返事必ずいたしますので、必ずしますので、あと LINE 登録していただいてもいいですね。 LINE はですね、ミミトラ2468ってこの、ホームページ、ここにも書いておきますので、ID っていうんですね、バーコードっていうんですかね、あれができればいいんですけど、ちょっと私は分からないもんですから、まあ、そのうち誰かに教わったらそれやろうかなと思いますけれども、ちょっとね、やり方がちょっとスクリーンショットみたいな感じなんですか、分かんないんですけども、すいません。はい、そういうことでですね、一応ですね、コピー手書きなもんですから、全部手書きでですね、カタカナも書かなくちゃいけないし、そのあと楽譜の打ち込みっていうのちょっと私できないもんですから、ちょっとねやろうと思ったことあるんですけど、もうなんかね覚えることがいっぱいあってちょっと挫折しましてですね、あとそうね、音符だけやって後からカタカナ手書きでもいいんですけどもね、ちょっとめんどくさいので、全部手書きで発売させていただきますね。10曲でですね、一応一応こういうクリアファイルに入れてですね、あとコピー代と、送料があるので、一応1500円で媒体、10曲だったら、そんな送料高くならないと思いますので、あとコピー代がですね結構かかり、結構っていうかね、あれすれば、1枚ね10円かかりますんでね、はい、そういうことでですね、はい、よろしいでしょうか、はい、1500円でですね、お願いします。で、あとですね、このお金のですね、送金の仕方っていうかですね、そういうのもですね、ちょっと分かる方はですね、ちょっとお教えいただけたら、銀行でもいいんですけど、今なんかね手数料がですね、なんか三菱なんかめちゃくちゃ上がったのかどうなのか、ちょっとそういうことが私分かる、でも全然分からないもんですから、はい、あとですね、この音楽相談はですね、別に現金じゃなくてもいいんですけど、図書券とかでも別に全然いいのでですね、アマゾンのとかはちょっとわからないのでですね、なんかそういうのはご相談いただければ、別に必ず現金じゃないとダメっていうことはないのでですね、はい、今ですね、みんな世の中がですね本当にもう大変な方もですね非常に多いと思いますので、それからですね、この毎度毎度やってますので、なんかね私に協力できることがあればですね、何でもいたしますしですね、お声をですね、お話しするだけでもいいじゃないですかね、そういう感じでですね、ちょっと今苦しいね、今戦争が起きてるわけですよ、そういう中でですね、見えない戦争ですけどね、でも多くの方がですね、もう今本当に立ち上がってですね、なさってくださってますのでね、私もやってきましたけれどもね、そういう状況でですね、この時は大変だったねってこうですね、笑い話にできればいいなとは思うんですけれども、そういう感じでですね、はい、ちょっといろいろピンチなもんですからですね、ちょっとアイデアいただいてですね、よかったです。はい、でもね、普通に勉強すればですね、勉強すればそれは必要ないんですけどもね、ただこうね、全然ピアノやったことない方にはちょっとこれ、分かりやすいと思うんですよ、この最初のとことかね、こうやってこうやって押さえる場所がですね、そういうことでですね、はい、あとこういうのもね、こういうのも説明して、ピアノが弾けるようになるシリーズでですね、こちらの教材も説明してますので、はい、そのような感じですね、またこの動画の説明でですね、足りなければですね、また、動画撮りましてですね、この恐怖の弾き語りシリーズのこのページにですね、
書かせていただきます。はい、この動画もそちらにトップに書いておきます。はい、一応10曲でですね、はい、1500円でですね、はい、よほどのことがなかったらですね、ちょっと値段は変えないですけれども、はい、はい、まあ、なんかね、送料がなんかね、めちゃくちゃね、1000円かかるとかそうなっちゃうとちょっとあれなんで、そういう感じでございましてですね、はい、よろしいでしょうか。はい、どうもすいません。はい、で 今100本ぐらい撮ってありますので、それは全部書いてありますので、あとご希望の曲があればですね、それをおっしゃっていただけたら、はい、それとまたその動画を見て、この押さえ方じゃなくてもうちょっとないですかとかですね、そういうのでもいいですね。はい、私は一応こう基本的にですね、例えばこの今の曲が B フラットメジャー7ね、これ何にもしてないですね。もっとこういう風にもできますけども、まあ、それは、こうね、テンションコードって言うんですけども、それあまりねやりすぎてもあれなので、そういうもう本当に最初のスタートですね、感じで書いてますので、はい、はい、ではそういうことで、はい、どうもすいません、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。